こんにちは、速稼塾の久保です。本日はですね、4月21日15時16分なんですけども、広島県にお住まいの方に、まあ不幸中の朗報といいますかね、まあ湯崎知事から発表がありました。読みます。新型コロナウイルスの感染拡大防止を目的にした広島県から県内の店舗や施設への休業要請で応じた事業者に対し、県が協力支援金括弧仮称ですけどもね、制度を創設する方針を固めたことが21日分かった。だからついさっきそういうふうに決まったってことですね。支給額は最大50万円とする方向で調整中だということです。本日の夕方、もうすぐですけども、湯崎知事が記者会見し説明してくださるということですね。広島県はバーやカラオケ店といった遊興施設、大学、学習塾、運動、遊戯施設、劇場、映画館、集会、展示施設、商業施設などに広く休業を要請していることでございました。ということでですね、やっぱりあの国がこういうことをやってくれないんで、もう各ね、都道府県がもう自分の国の財政状況をもうね、無視して動いてくれるようになりました。国は財務省が、そして、日銀がですね、いくらでも国債切れるわけですよ。いくら国債切っても全く怖くないんですよ。で、国債って60年もの国債とか言って償還期限が来たら新しい国債切るだけですから、事実上地球滅亡の日まで国債っていうのは増え続けても全く構わないんですよね。で、唯一インフレターゲット 2% を超えないように需要と供給のバランスを取っていけば、国が国債を切ることっていうのはいくらでもできるんですよね。ところがですね、地方自治体はそうはいきません。集められた予算というものがありまして、その間でやらなければ地方自治体っていうのは借金が膨らんでいくんですよ。この借金っていうのは返さなければなりませんからね。そう考えていくと、夕張市ではないですけども、都道府県によっては市区町村によっては破綻するようなところも出てくるわけなんですよ。まあ、ですので、今回みたいなことを緊急事態宣言で、全国にね、総理が要請する、官邸が要請するなら、その要請とセットで保証もしなければならないんですよね。多くの事業者さんとか飲食店さん、商売をやってる方っていうのは休業の要請を受けたら、そのまんまランニングコストだけが残って、もう限りない無限地獄に入るわけですよ。そしていつまで続くか分かりません。融資も通るかどうか分かりません。いやいや、融資の書類や面談だって、それはね、事業者さんにとってみたら余計な手間ですよ。だからね、休業要請に応じたところには問答無用でお金を放り込みます、ランニングコスト保証しますっていうことを国がやってくれれば全く問題ないんですけども、やってくれないまんま、それはね、広島県も弱体化してしまって、企業が出ていってしまったりとか倒産して復活が見込めないってことになったら、県の財政これから未来永劫めちゃくちゃになりますよね。背に腹は変えられないってことで、湯崎知事が決断してくださいました。本当にありがとうございます。関係者の方も本当にね、あの胸をなで下ろすところもあったと思います。ただですね、50万円最大なら焼け石に水というのは確かにそうなんですよ。でもまずね、こういうふうに動いてくださる都道府県があるってことが、もしかしたら国を動かしてくれるかもしれません。ですんでね、この50万ポッキリで終わるって思わずに、この50万をしっかりと使うことによって、あ、多くの方が本当に求めていたんだなってことが、広島県はじめ都道府県知事会にも伝わると思うんですよ。その上で日本全国の47都道府県のね、知事の皆さんがですね、改めて国に脅すような勢いでね、迫力を持って交渉していただければ、財務省も動いてくれるんではないかな、日銀も動いてくれるんではないかなと思うんですよ。日本っていうのは、日本に限らずですけども、企業が富を作り出し、企業が消費を生み出してくれます。企業ありきなんですよ。そして企業っていうのは人です。人ありきです。税金を、まあ、税金でね、ゆっくりと暮らしていらっしゃる方には、申し訳ないですけども、分からない部分が結構ある。それが今、顕著に出てます。私たちはね、事業者として、もう売り上げないんですよ。明日の支払い、来月の支払い、どうしようと思ってるんですよ。私みたいなランニングコストのかからない商売でも結構きついんですよね。それはなぜかっていうと、所詮私は世の中がうまくいってるからこそ成り立つ商売なんですよ。世の中がうまくいかなければ、それこそね、多くの方が現金を持っていなければ、私の商売なんて仕掛けようがないわけですよね。で、金利だって受け取れないんですよ。配当も受け取れないんですよ。そう考えていくと、今痛みを伴わない人っていうのはいないんですよね。唯一こういう状況でも収入が変わらない方、まあ、橋本徹さんのね、言いようではないですけども、ビタ一文給料が減らない人は、国民の痛みっていうのはね、理解できないんですよ。そういう人たちが私たちにね、どういうふうに向き合っていくか、私たちは信頼できる人を権力に、信頼できる人に権力を与えたんだろうかっていうふうに今真剣に考えている時だと思います。
まあ、次回の選挙はね、どういうふうに行われるのか分かりませんけども、ただ当選したいだけ、ただ権力が欲しいだけの、そういう政党や議員先生はね、ちょっとね、覚悟しておいていただきたいかなっていうところがありますよね。国民の生活なしに国家は成り立ちませんので、ぜひその辺ね、よろしくお願いします。今回ね、広島県の方からも、協力支援金ってものがスタートするということで、大いに期待したいと思いますし、過度なね、利用ってのは、県の財政に負担をかけますんで、そこら辺難しいところですけども、ただね、やっぱりね、1回50万円くらいでは、はっきり言って1ヶ月分の家賃にもならないところが多いと思うんですよ。ただ、やっぱりね、この気持ち、小さな一歩を歩み出してくれたっていう湯崎知事の決断には感謝したいと思います。本日の放送は以上です。